らの車ご覧ください。タイヤが埋まってしまっています。現在小牧市内は複数箇所冠水箇所があります。一気に来た、ダーッと。こんばんは。ここからは県内ニュースをお伝えします。経験したことのない雨が降り続いています。県内は日本海から雨雲が次々と流れ込んでいて、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り、小松市と白山市の一部に警戒レベル5の緊急安全確保が発表されました。海上から暖かく湿った空気が次々と流れ込んでいる県内は、加賀から能登南部を中心に雨が降り続いています。特に加賀地区では未明から非常に強い雨が断続的に降り続き、午前4時50分に白山市河内付近で1時間に110ミリの猛烈な雨を観測し、記録的短時間大雨情報が発表されました。その後も小松市などでも猛烈な雨が降り、合わせて5回にわたり記録的短時間大雨情報が発表されました。こうした雨の影響で午後2時半に小松市羽田町などの付近で架橋川が氾濫し、小松市は全域にレベル5の緊急安全確保を出しました。このほか手取川も氾濫の危険があるとして、白山市の山間部や海側など15の地区と地域に緊急安全確保を出しています。このほか金沢市など5市1町で最大でおよそ16万4000世帯に避難指示などが出されました。いずれの地域でも今の時点でけが人は報告されていません。さあ、それでは氾濫した架橋川近くには秋末アナウンサーがいます。現在の状況どうなっていますか？西の空から明るくなってきました現在の小松市内です。今日の小松市内は強い雨が降ったり、あと雨が弱まったりというのを繰り返していて、ちょうど1時間ほど前からですね、雨足は弱まって、今はおそらくピタッと雨は完全に止んでいるような状況です。ですぐそば、上流で氾濫した架橋川です。我々がいるのは6キロほど離れた中流あたりなんですけれども、ご覧の通り茶色く濁って、そして流れも速く、水位は高い状況です。ただこのあたりで我々取材をしていますが、1時間ほど前から水位というのは下がってきていて、そして浮遊物も今確認できるんですけれども、その数であったりは減ってきていますし、大きさというのも小さいものが流れてきている、そんな状況に感じています。そしてこの向かい側、こちらが自動車学校なんですね。完全に浸水してしまっています。こちらは水位下がることなく、この3時間ぐらいはずっとこのような状況です。小松市内山間部では、通行止めなどで孤立状態になったり、物資が届かないような地区もあるということなんですが、そういう地区は消防や自衛隊が入ってボートで救助を行ったり、物資を運んだりしているということです。依然警戒レベルは最も高いレベル5、緊急安全確保の小松市内から中継でお伝えしました。秋瀬アナウンサーでした。一方、 JR 西日本は福井方面の列車を終日運転見合わせとしました。金沢駅には尾崎アナウンサーがいます。伝えてください。帰宅時間を迎え、駅を訪れる人の数が増えてきた JR 金沢駅からお伝えします。夏休みということもあり、大きなスーツケースを持った方や親子連れも見られました。在来線乗り場の前には運休を知らせる張り紙が貼られています。皆さん足を止めて家族や友人と連絡を取り合っているようでした。この大雨の影響で交通機関にも乱れが出ています。 JR によりますと、まず北陸新幹線は通常通り運行しています。一方で大阪方面の特急サンダーバードと名古屋方面の特急しらさぎは終日運休が決まっています。在来線も先ほど午後5時半に津幡駅までの臨時列車が運行されたのを最後に、北陸線と七尾線は今日の運転を終日取りやめています。中でも北陸線については、すでに金沢駅から福井方面の列車が明日も午後3時頃までの運休が決まっています。続いて空の便です。日本航空、全日空ともにすでに今日の欠航が決まっています。
明日の運行についてはまだ決まっていないということですが、午前中すでに欠航となった便もあるということです。今後情報が変わる可能性が高いですので、引き続き交通情報にご注意ください。ここまで帰宅時間を迎えた金沢駅からお伝えしました。さあ、それでは今回の記録的な大雨についてドキュメントでお伝えします。白山市中島町の国道157号線です。雨水が川のように流れ、道路が冠水しています。未明から雨が強まった県内、手取川は24年ぶりに氾濫危険水位を超えました。午前11時半過ぎの手取川河川敷です。普段はこちら公園となっているのですが、川から水が溢れ出してきて、あちらの車ご覧ください、タイヤが埋まってしまっています。白山市内では茶色く濁った水が道路を勢いよく流れます。ちょっとこの両手の男なんかが流れてきてるし、これってどうしようもできないんだよね。道に溜まった土砂をブルドーザーがかき集めています。山の方を見ると上から岩や土砂がまだ流れてきています。一気に来た、ダーッと先に止められたのが一気に流れたってのもんや。木の根とか土砂と一緒に石が流れたってのは今回初めてですか。流れに足を取られないよう、近所の人は手を取り合って避難します。市内全域に緊急安全確保が発表された小松市では、今小松市全域で緊急安全確保が出ているので、命に関わる情報を管理していて、皆さんに安全の確保をお願いしている状況ですね。市の職員が対応に追われます。現在小松市内は複数箇所冠水箇所があります。無理をすると水没の恐れがあります。より安全な道を選んでください。この雨を受け、県は災害対策本部会議を開きましたが、長谷知事は現在、不在でございますけれども、知事とはこう戻ってこられる目処というのは立ってるんでしょうか。今おそらくもう山降りられたというふうに入っておりますけれども、こういう雨の状況なんで、県庁の方へ、いつ戻られるかということはまだ確たることは申し上げる言えないと思います。はい。県によると長谷知事は下山したものの、道路が通行止めのため白山市内の旅館で待機しているということです。それでは今後の気象情報について向山さん、お願いします。はい、お伝えします。まずはこちらをご覧ください。現在の雨雲の様子をレーダーで示したものです。県内は依然として広い範囲で雨雲が流れ込んでいるのが分かります。そして先ほど架橋川で氾濫確認されましたが、この辺りも中継では日差しも出ていましたが、上空には雨雲が依然としてあることが分かります。県内は今日未明から加賀地方を中心に非常に強い雨が降り始めました。降り始めから午後5時までの降水量は白山市河内で394ミリ、白山市白峰で274ミリ、小松で 250.5 ミリといずれも観測史上最大で、8月の1ヶ月に降る総雨量の平均を超えています。また1時間あたりの降水量も白山市河内で108ミリ、白山市白峰で91ミリと、こちらも2つの地点で観測史上最大を記録しました。気象台によりますと、県内は今日夜遅くにかけて1時間に60ミリの非常に激しい雨の降るところがある見込みです。また明日朝6時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで加賀地方で200ミリ、能登地方で150ミリの見込みです。
これまでの記録的な大雨で浸水、土砂災害、洪水の危険度が高い状態が明日の朝にかけても続く見込みです。これから辺りは暗くなり足元非常に見えづらくなります。緊急安全確保が出ている地域の人は命を守る行動をとってください。また避難が難しい場合は建物の2階などに移動してください。ここまで雨の情報をお伝えしました。